さん、西田愛です。さあ、読み聞かせの時間がやってまいりました。今日はですね、赤ずきんちゃんです。まあ、もうみんなよく知ってるストーリーだとは思いますが、なんかね、この世界名作ファンタジーっていうシリーズからいつも絵本読んでるんですけど、知ってるエピソードとちょっとずつなんか違うところがあったりして、へえ、そういう物語なんだ、なんか毎回気づきがある、それが面白いこの時間です。では今日も早速この動画を見ながら気持ちよく眠ってください。赤ずきん。昔々あるところに可愛い女の子がいました。ある日、森の向こうに住んでいるおばあさんが訪ねてきました。お誕生日おめでとう。これはおばあちゃんからのプレゼントですよ。女の子は大喜びで包みを開くと、中から赤いビロードでできた可愛い赤ずきんが出てきました。おばあちゃん、どうもありがとう。とても素敵だわ。女の子は頭巾をかぶって散歩に出かけました。まず小鳥がさえずきます。ピーチク、とっても似合うよ赤ずきん。犬と猫も声をそろえて、ワンニャン、素敵な赤ずきんだね。近所の人も口をそろえて、まあかわいい赤ずきんだこと、とってもお似合いよ。女の子は嬉しくなって、それからは毎日赤ずきんをかぶりました。こうして女の子はみんなから赤ずきんちゃんと呼ばれました。ある日、赤ずきんちゃんはお母さんからお使いを頼まれました。おばあさんが風邪をひいて寝ているから、お見舞いにぶどう酒とケーキを届けてちょうだい。途中で知らない人とお話ししたり、道草を食ってはいけませんよ。はい、わかりました、と元気よく言って赤ずきんちゃんは出かけました。赤ずきんちゃんが森の入り口に差し掛かると、お腹を空かせた悪い狼が待ち伏せしていました。うひひひ、うまそうな赤ずきんだぞ、と気味悪くつぶやいた後、今度は明るい声で言いました。赤ずきんちゃん、どこへ行くの？おばあちゃんのお見舞いに行くのよ。狼は大きな口からよだれを垂らし、牙を剥きました。狼さん、どうしてよだれを垂らしているの？それはつまりカゴの中のケーキが美味しそうだからさ、とごまかして狼は後ろに回り、大きな口で赤ずきんちゃんを食べようとしました。ところがガツン、口の中に石ころが飛び込みました。赤ずきんちゃんを助けるため、ウサギが後足で石を蹴飛ばしたのです。ウサギはいつも赤ずきんちゃんに人参をごちそうになっていたので、恩返しをしたのです。でも赤ずきんちゃんは気づかないで歩いていきました。よし、今度こそ食べてやる。狼が後ろから襲いかかろうとすると、頭に木の実がゴツン。ギャー、狼は悲鳴を上げて一目散に逃げていきました。木を切り倒したのは木こりのおじさんでした。木こりはいつも赤ずきんちゃんに歌を歌ってもらっていたのです。赤ずきんちゃんは野原に差し掛かりました。後をつけてきた狼は周りに邪魔者がいないのを確かめてから言いました。赤ずきんちゃん、お見舞いに行くのなら花を持っていくといいよ。そうだね、たくさん摘んでいきましょう。狼は
花を摘み始めた赤ずきんちゃんを人の身にしようと襲いかかりました。ところが花の蜜を集めていたミツバチを踏んだからたまりません。ブンブン、怒ったミツバチにチクッと刺されてしまいました。ギャー、いてててて、助けて。ミツバチの群れに追いかけられて、これはたまらないと川の中へドボーン飛び込んでいきました。そうだ、おばあさんの家に先回りして待ち伏せしようと言うと、オオカミは森の中の近道を走っていきました。おばあさんの家に着くと、赤ずきんちゃんの声を真似て、おばあちゃん、私赤ずきんよ、お見舞いに来たの、ドアを開けて。騙されたとも知らないで、おばあさんは喜んで鍵を外してドアを開けました。キャー、オオカミ。オオカミは驚くおばあさんに飛びかかり、丸ごと飲み込んでしまいました。そしておばあさんの服を着てベッドに潜り込みました。まもなく赤ずきんが来て俺をおばあさんと思って油断するだろう、そこをパクリだ。オオカミはシーツで顔を隠して赤ずきんちゃんを待ち伏せします。しばらくして赤ずきんちゃんがやってきました。トントン、おばあちゃん、こんにちは、お見舞いに来ました。よく来たね、鍵はかけてないよ。おばあちゃんの声なんか変ね。風邪をひいているからさ。ベッドに近づいた赤ずきんちゃんはびっくりして言いました。まあ、おばあちゃんの耳どうしてそんなに大きくなったの。オオカミはしまったと思いましたが、俺はね、お前のかわいい声がよく聞こえるようにだよと空とぼけて言いました。でもお目目がランラン光って大きいのはどうしてなの。それはね、お前のお顔がよく見えるようにだよ。でもおてての爪が伸びてお口が裂けて大きくなったのはなぜ。それはね、赤ずきん、お前を捕まえて逃がさないための爪と、お前を頭から食べてしまうための口さ。と言うや否や、ガオ、大きな口で赤ずきんちゃんをパクリと人の身に飲み込んでしまいました。うまかった、二人とも食べたらお腹がいっぱいで眠くなったぞ。オオカミは大きなお腹を抱えてベッドに潜り込みました。オオカミは一つ大きなあくびをするとすぐにコーコー大きないびきをかき始めました。いびきは森中に響いたので漁師が聞きつけました。おや、大きないびきがおばあさんの家から聞こえるが、これはおばあさんのいびきじゃないな、おかしいぞ。漁師はおばあさんの家の様子を見に行きました。漁師が家の中に入ってみると、おばあさんのベッドでお腹を膨らませたオオカミがぐーぐー寝ています。大変だ、おばあさんが食べられたに違いない。ところがオオカミのお腹から助けて、助けてください、と二人の声がかすかに聞こえてきたんです。おまけにオオカミのお腹がもごもご動いています。ああ、よかった、おばあさんと赤ずきんちゃんはまだ生きている、早く助け出してあげよう。漁師はハサミを探してくると、眠っているオオカミのお腹をチョキチョキ開いて切り開きました。わーい、助かった、漁師のおじさんありがとう。
赤ずきんちゃんとおばあさんは元気よく飛び出してきました。それでも狼はぐーぐー寝ています。おばあさんは怒って、狼め、二度と悪いことができないように懲らしめてやりましょう。みんなで石ころを集めてきてちょうだい。赤ずきんちゃんと漁師が石ころを集めてくると、おばあさんはそれを狼のお腹に詰めて針と糸で縫い込んでしまいました。さあみんなで外に出て隠れて様子を見ていましょう。しばらくして狼が目を覚ましました。さあよく眠ったぞ。あれ、やけに喉が渇くな。狼は水を飲もうとしてベッドから起き上がろうとしますが、お腹が重くて起き上がれません。あれ、おかしいな、どうしてこんなにお腹が重いんだろう。それは二人も食べているからよ、と赤ずきんちゃんが答えます。あ、なるほどなるほど、だからお腹が重いのか。寝ぼけている狼は赤ずきんちゃんに気がつきません。重いお腹を抱えてやっとのことで井戸にたどり着きました。そして水を飲もうと井戸の縁に体を乗り出しました。するとお腹の重みで井戸にドーンと落ちてブクブク沈んでしまいました。バンザーイ、悪い狼をやっつけた。3人は大喜びです。赤ずきんちゃんは改めてお見舞いの言葉を言いました。おばあちゃん、風邪の具合はいかがですか。お見舞いにぶどう酒とケーキを持ってきたわ。おばあさんはとっても喜びました。赤ずきんちゃん、お見舞いありがとう。おかげですっかり元気になったわ。3人は赤ずきんちゃんが持ってきたぶどう酒とケーキでパーティーを開きました。楽しいパーティーが終わると、おばあさんは赤ずきんちゃんの大好きなクッキーといちごをたくさんカゴに入れてくれました。漁師のおじさんも狼を背負ってご機嫌です。おばあちゃん、お元気で、さようなら。さようなら、気をつけてお帰り。ただいま。赤ずきんちゃんは元気な声で行って帰ってきました。まあずいぶん遅かったわね、お母さん心配していたのよ。そこで赤ずきんちゃんは今までのことを詳しく話しました。まあ二人とも大変だったのね。これからは知らない人と話したり道草を食ってはいけませんよ。お母さんは優しく諭しました、という赤ずきんのお話でした。ちょうどドボーンのところで奇跡的に外からなんか音が、物が落ちる音がしましたけど、決して狼はいないので、お安心ください。後ろの方にね、後書きというか解説があるのでちょっと読んでみます。ヤーコプとビルヘルムのグリム兄弟はドイツ各地で広く民話を聞き集め、有名なグリム童話集にまとめ上げました。この赤ずきんはグリムより100年ほど前、フランスのペローという人がその童話集に収録しています。ただしこちらの赤ずきんは、その100年前にできた方の赤ずきんは、狼に食べられるところで話が終わっているそうで、狼のお腹から助け出されるという赤ずきんのストーリーはグリム童話がオリジナルと言っていいでしょう、というグリム兄弟によって助け出されてハッピーエンドを迎えるという赤ずきんが出来上がったわけですね。なんか赤ずきんちゃんが赤ずきんをプレゼントでもらうっていう、そういういきさつのところとか意外と知らなかったからね、また今回も新たな発見のある、そんなエピソードでした。赤ずきんいかがでしたか。また皆さんからのリクエストもお待ちしてます。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。西田愛でツイッターもやってます。インスタグラムもやってます。ぜひフォローしてください。では今日もゆっくりおやすみください。西田愛でした。おやすみ。
ありがとうございました。